の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェア、よろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップも開始しましたのでぜひ応援お願いいたします。動画の画面の下にあるサンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、温泉に入りに行きたいぜ。いいわね。温泉にゆっくり浸かって日頃の疲れを取りたいわ。そうだな。ああ、海が大きな温泉だったらいいのにな。海からあったかいお湯が噴出したりしないかな。あら、海の中でもお湯が噴出することはあるわよ。そうなのか。ええ、例えば東京湾近く、南西の海から200度の熱水が噴き出していることが近年の研究で判明したわ。東京湾の近くで200度の熱水が噴き出しているだって？海の中でもそんな熱水が噴出することがあるのか？そうよ。しかも、実はその熱水は首都直下型地震と密接な関係性を持っている熱水なのよ。なんだって？首都直下型地震と密接な関係だって？こや、いきなり気になる話になってきたぜ。地震への対策は、地震大国日本に住んでいる以上は必須項目と言っても過言ではないぜ。しかもそれが、日本の首都である東京で起こるであろう。首都直下型地震と密接な関係があるとなれば勉強しておく必要が大いにあるぜ。温泉の話はとりあえず置いておいて、その熱水について詳しく教えてくれないか？わかったわ。それじゃあ今回は、巨大地震が来るかもしれない予兆、について解説していくわね。よろしく頼むぜ。ゆっくりしていってね。まずはその東京湾近くで噴き出した熱水について詳しく教えてくれないか？そうね。熱水は東京湾の入り口からわずか南西 60km の位置にある大室出しから噴き出しているの。大室出しは海底わずか120ムほどの旋回にある海底火山のことよ。幅 20km ほどの大地上の形になっていて、中央には大室海穴という、大きさ 1.2×0.7km、深さ100ムほどのくぼみがあって、これが火口と考えられているの。大室出しは海底火山のことだったのか。そして、火山だから熱水につながるってことだな。でも、どうして大室出しなんて名前なんだ？大室出しの名前の由来は諸説あると言われているわ。もともと紅葉城として地元の漁師に知られていたみたいよ。その場所は海上から眺めた時、伊豆大島の三原山越しに、伊豆半島の大室山が顔を出す場所ということから大室出しと呼ばれるようになったみたいね。大室山が顔を出すから、大室出しか。そのままだな。そもそも大室出しは活動が終わった火山だと考えられていたのだけど、2007年に国立研究開発法人、海洋研究開発機構が、大室出しについて調査したところ、未だ高温のマグマが地中に埋まっており、大室出しは活動中の火山である可能性があることが分かったの。海底の話なのに、調査すればそんなことまでわかるんだな。さらに、当時ジェムステッークに所属していた国立科学博物館の谷健一郎博士は、2012年に無人探査機、ハイパードルフィンを用いて、海底の観察、資料のサンプリング、温度の測定などを実施したの。無人探査機で追加調査を行ったんだな。海底を無人探査機で調査するなんて、なんだかロマンが溢れているな。それで結果はどうだったんだ？調査の結果、大室出しはやはり活火山である可能性が極めて高いことが判明したわ。大室出しの周りからは、複数の種類の火山岩が採取されたため、大室出しはマグマ組成や活動時期の違ういくつかの火山が重なり合ってできたと考えられるの。さらに、大室海穴の底部では熱水噴出口を発見し、資料を取ることに成功しているわ。その熱水噴出口から湧き出ていた熱水の温度は、なんと最高で194度もあったのよ。なるほどだぜ。これが東京湾の近くで噴出されている熱水の正体ってことだな。その通りよ。さらに最近でも大室出しの研究は進められていて、2022年には新たに大室出しの周りにある火山岩が、約1万4000年前の噴火によってできた火山岩と、約7001万年の噴火によってできた火山岩の2種類に分類できることが判明したの。つまり、大室出しは少なくとも過去に2度の噴火をしており、今も活動中の火山であることが分かったということね。東京湾付近の熱水の正体はよく分かったぜ。200度の高温なら確かに立派な温泉になりそうだな。でもちょっと待ってくれ霊夢。
この大室出しと首都直下型地震にどんな関係性があるって言うんだ？専門家によると、大室出しの火山活動が活発化すると、関東地方での地震活動も活発化すると考えられるの。なんだって？大室出しの火山と関東地方の地震活動には連動性があるってことか？そういうことね。火山活動が活発化するということは、地震の原因となるプレートの動きが活発化することとイコールだと考えてよいわ。そして、今日本で発生する可能性が高まっている地震といえば、南海トラフ地震と首都直下型地震だぜ。その通りね。特に今回は東京湾の南西、伊豆大島の近くの海底にある大室出しについてだから、首都直下型地震が関連性が高い地震ということになるわ。マリサは首都直下型地震が起こる原因を知っている？確か、南関東で3つのプレートが重なり合っていて、そのプレートの動きで大きな地震が発生する可能性が高いんだったっけ？よく勉強しているわね。その通りよ。南関東には、北米プレート、太平洋プレート、フィリピンプレート、の3つのプレートが重なり合っていて、これらにプレートが反発し合うことによって大きな地震が発生すると考えられているわ。そうそう。この3つのプレートが地震の原因なんだよな。それと大室出しがどんな関係があるんだ？実は大室出しは北米プレートとフィリピンプレートの重なっている部分にあたる、相模トラフのすぐ近くに存在しているの。相模トラフ？相模トラフは地震多発地帯として有名で、歴史記録に残る地震だけでも1703年に起きた元禄地震、1923年に起きた関東大震災など、マグニチュード7から8クラスの大きな地震が繰り返し発生しているの。なんだって？つまり関東大震災の原因となった相模トラフの近くに大室出しはあるのか？その通りよ。実は火山活動が活発化する原因も、元をたどればプレート同士のせめぎ合い、押し合い、ぶつかり合いなの。つまり、地震が発生する原因と火山活動が活発化する原因は、同じプレートの衝突が原因なのよ。なんだって？つまり、もし大室出しの火山活動が活発化したら地震が起こる可能性も高まっているってことじゃないか。まあ、一概に必ずしも火山活動と地震が連動するとは言えないわ。でも、過去にも火山と地震の活動した例は世界中で散見されており、この大室出しの火山活動も、首都直下型地震と密接に関係していると言えるわね。そうだな。こうなると気になるのは地震が発生する時期だな。首都直下型地震はどのくらいの頻度で過去から発生しているものなんだ？内閣府のレポートによると、関東地方でのマグニチュード8クラスの地震は1703年の元禄地震や、1923年の関東大震災など、約200-300年周期で発生していると言われているの。そうなのか。よかったぜ。じゃあ、前回1923年の関東大震災からまだ100年くらいしか経っていないから安心だな。いいえ、そうとも言えないわ。先ほど紹介したのはあくまでもマグニチュード8クラスの地震に限った話よ。これをマグニチュード7クラスに広げると、約40年80年に一度のペースで地震が発生しており、前回1978年に伊豆大島近海地震でマグニチュード7の地震が発生し、伊豆半島の各所で25名が亡くなった地震以降にマグニチュード7の地震は発生しておらず、マグニチュード7クラスの地震ならいつ発生してもおかしくない状況なのよ。そうね。過去の周期を考えれば、今日や明日に地震が発生しても不思議ではないわね。もしかしたら、この3月4月に地震が発生する可能性も十分にあるわよ。おいおい。かなり心配になってきたぜ。霊夢、この首都直下型地震で予想される被害規模はどれくらいなんだ？先ほどの内閣府のレポートで東京湾北部でマグニチュード 7.3 の地震が発生した際の想定被害規模を算出しているから参考にできると思うわ。例えば、冬の夕方18時頃に地震が発生した場合の試算では、建物の全壊焼失棟数は85万棟にもなり、死者数は1万1000人、負傷者数は21万人を見込んでいるわね。死者数は1万人超え、負傷者数は20万人超えにもなるのか？恐ろしい被害規模じゃないか。他にも、比較的被害が少ない冬の早朝5時に地震が発生したケースでは、建物の全壊焼失棟数は23万棟、死者数は5000人、負傷者数は16万人などの試算もあるわね。それでもかなりの人数が被害に遭う計算だな。恐ろしいぜ。首都直下型地震を経済被害で換算した場合には、建物被害が約 55.2 兆円、
その他の資産やインフラ被害で 11.4 兆円、生産額の低下などの間接被害で39兆円、交通寸断などによる機械損失が 6.2 兆円、すべて合わせて約112兆円の被害が出ると試算されているの。すごい金額だな。日本の2022年の名目 GDP は 556.4 兆円だから、首都直下型地震が発生するだけで1年間の約5分の1の規模の経済損失が出る計算なんだな。やばすぎるぜ。また約700万人が一時的に避難が必要となり、そのうち約460万人が避難所生活を余儀なくされると専門家は分析しているのよ。さらに、地震発生時の帰宅困難者は約650万人にも及び、東京だけでも約390万人が帰宅困難者になる見込みなの。東京都と茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の6つの県からなる関東地方には、日本の総人口の約 34% に当たる、4330万人の人々が住んでいるから、約6人に1人が避難が必要になる計算だぜ。こや関東圏に住んでいる人は全員が地震に対する準備をしておくべきと言えるんじゃないか？こうなったら首都直下型地震に対して十分に準備しておきたいぜ。明日にも起こるかもしれない地震で、しかもこんなにも規模が大きいなんて、少しでも被害を抑えるためには事前準備が大切だと思うぜ。そうね。ここからは首都直下型地震に備えて準備しておくべきことを紹介していこうと思うわ。このチャンネルのリスナーの皆様の中にはもう十分に備えをされている方も多いと思うけど、今一度、準備に漏れがないかチェックのためにもこの動画を活用してもらえると嬉しいわ。準備にやりすぎってことはないからな。入念なチェックが身を守るかもしれないな。まずは通勤通学時の対策について説明するわ。東京では地震が発生した場合、公共交通機関が大きく影響を受ける可能性が高いわ。通勤通学時に地震が起こった場合の避難経路や、帰宅困難者として避難場所を確認しておくことが非常に重要ね。さっきも内閣府のレポートで帰宅困難者が650よろず人も発生すると試算されていたもんな。普段使う駅の非常出口や、徒歩での帰宅経路、近くの避難場所をあらかじめ確認しておくと安心だな。続いて二つ目の覚えておきたい対策は、高層ビルやオフィス街での対策よ。東京都心のオフィス街や高層ビルでは、地震発生時にガラスの破損や外壁の落下などの危険があるわ。室内で地震が発生した場合は、机や丈夫な家具の下に隠れるなどして身を守ることは大切ね。学校の避難訓練でも、まずは机の下に隠れたもんな。また、避難する際にはヘルメットや防災頭巾を着用し、頭部を保護することが重要よ。よろずが市に備えて、ヘルメットなどを用意しておくとさらに安心よ。さすがにヘルメットを用意するのが難しい場合は、頭部を守れる頭巾などを用意しておくといいかもな。三つ目は都市部の火災対策ね。東京では、地震による火災が大規模に発生するリスクがあるわ。さっきの内閣府のレポートでも、最大で65よろず棟が火災消失する可能性があると試算されていたぜ。家庭用消火器や消火バケツ、防災用の遮断機能付きガスコンロなどを用意し、火災への備えをしておくことが大切ね。また、地域で消火訓練を行うことで、火災発生時の対処法を身につけることもできるわ。最悪の事態に備えて、いろいろと訓練しておくのもいいかもしれないな。そうね。突然、消火器を使えと言われてもうまくつかない人も大勢いるのではないかしら？消火器がどこに配置されているのか？どのように使うのか？きちんと予習しておくと良いと思うわ。いろいろと用意しておく対策があるんだな。他にも首都直下型地震の対策として有用なものはあるのか？もちろんまだまだあるわよ。例えば、携帯電話の充電と予備電源を確保しておくことはとても大切よ。なるほどな、携帯電話は、現代の超重要アイテムだもんな。その通りよ。地震発生時には、携帯電話が大変重要な連絡手段となるわ。常に充電をしておくことや、予備の充電器やモバイルバッテリーを持ち歩くことで、緊急時に役立てることができるわね。いきなり避難生活を余儀なくされたり、帰宅困難者になった際に、家族と連絡の取れる携帯電話はかなりありがたいからな、しっかりと電源は確保しておきたいな。さらに5つ目の対策は水害対策よ。東京では、地震によって地下水位の変動や地盤沈下が発生し、水害が起こる可能性が高いと言われているの。事前に自宅周辺の地盤や水害リスクを確認し、必要に応じて対策を講じることが大切ね。なるほどな。特に一戸建ての人は自分で取れる対策がいろいろあるかもしれないな。
水害に備えて、サンドバッグや防水シートなどの用意も検討してみてもいいかもしれないわね。いろいろあるな。他にも突然の避難生活に備えた対策も大切かもな。良いこと言うわね。マリサ。その通りよ。仮設住宅や避難所での生活対策も非常に重要ね。しかも、事前準備をしておくと、本当に地震災害が発生した時に安心だから、準備しておくことをとてもおすすめするわ。東京で大規模な地震が発生した場合、多くの人が仮設住宅や避難所での生活を余儀なくされる可能性があるわ。内閣府のレポートでは最大460よろず人が避難所生活になるリスクがあるとされていたな。あらかじめ避難所での生活を想定して、防寒具や寝袋、マット、衣類などの備蓄、また、医療用品や常備薬などの準備をしておくと安心できると思うわ。いろいろと紹介してくれて勉強になったぜ。それにしても、海の中の熱水と首都直下型地震にこんな関係があるなんて思いもしなかったぜ。もう一度おさらいすると、東京湾の南西に大室出しという海底火山が存在して、大室出しの活動と地震の活動は同じプレートの動きによって連動しているため、火山活動が活発化すると地震活動も活発化する可能性が高いということだったわ。こんな風に考えると、大室出し以外の火山も含めて、しっかりと動向をチェックしていくことが大切だな。そうね。日本は地震大国であり、いつ地震が発生してもおかしくないわ。繰り返しになるけど、もしかしたら3月中、あるいは4月中に大きな地震が発生してもおかしくないわ。関東地方でも、マグニチュード8を超える地震の周期は200、300年周期で、もう少しの間は周期から外れているけど、マグニチュード7クラスの地震はいつ発生してもおかしくないってことだったな。しっかり勉強できているじゃない、マリサ。このチャンネルを見てくださってるリスナーの皆様は、普段から情報収集に余念がないから、日頃から地震対策の備えをとっている人も多いとは思うけど、今一度地震に対して十分に注意してもらえると嬉しいわ。このチャンネルを見て、一人でも多くの人の命が助かることを祈っているわ。そうだな。概要欄には、防災グッズの URL も貼っておくから、ぜひ参考にしてみてほしいぜ。あら、マリサは仕事ができるわね。私も早速 URL から防災グッズを見てみるわ。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。